ドレッドノート。ドレッドノートは、イギリス海軍初の攻撃型原子力潜水艦。同盟のイギリス軍艦としては7代目にあたる。バローイン・ファーネスのビッカース・アームストロング造船所で建造された。イギリス海軍は1946年から、艦船用の原子力推進機関の設計について、研究を行っていたが、 1952年10月には、その研究の凍結が決定された。第二次世界大戦後のイギリス海軍は、潜水艦の水中航続力の改善策として、旧ドイツ海軍から接収したバルター機関に着目し、その研究を進めていたためであるが、バルター機関による非大機依存推進の研究開発は、思わしい進展を見なかった。他方、 アメリカ海軍は1955年、世界初の原子力潜水艦ノーチラスを巡航させた。後日、ノーチラスは、第二次大戦を通じて卓越した技量を獲得していたはずのイギリス海軍隊、潜水艦船部隊との演習に参加し、原子力潜水艦の優越性を発揮してみせた。イギリス海軍当局は、原子力潜水艦の有用性を認め、第一海軍協、 ルイス・マウント・バッテン・ハクト潜水艦隊司令官さ、ウィリフレット・ウッズの主導のもと、原子力潜水艦を建造する計画が立てられた。当初の計画は、設計から建造までをすべて、イギリスが行うというものであったが、先行するアメリカの技術を取り入れ、アメリカの原子力技術を利用することで、大幅に時間が切り詰められた。マウント・バッテン卿と当時のアメリカ海軍、 作戦部長のアーレイ・バークとの良好な関係はアメリカからの助力を得ることを容易にした。このことは当時のアメリカ海軍における核動力プログラムの責任者であったハイマン、リッコーバー少将の反対にもかかわらず進められた。リッコーバーはいかなる技術移転にも反対であり、マウントバッテン教がノーチラスを視察するのを拒んだほどであった。しかし、 それも1956年のイギリス訪問までのことであり、リッコーバーは反対意見を取り下げた。リッコーバーはスケート級に搭載された S3 ワット型原子炉の提供を望んだが、マウントバッテン卿は自身の影響力を行使し、スキップジャック級の完全な機関部に関する技術情報を入手した。この技術情報をもとに建造されたことから、この機関部はアメリカ区画と 通称されたが、事実上スキップジャック級の後部戦隊そのものといって、差し支えない。エレクトリックボート社の協力を得たことで、尖閣形状と建造実務において影響が見られるものの、機関部を除く尖閣と戦闘システムの設計は、イギリス自身の手によるものである。ドレットノートは1959年6月12日に、寄航され、女王エリザベス2世の隣席の元。 1960年10月21日のトランファルガー記念日に浸水した。1962年12月には原子炉が初の臨海に達し、1963年1月10日にはラムスデンドックにて初の潜入を実施した。1963年4月17日に収益し、最初期の原子力潜水艦の一石となった。上日のように、 ドレッドノートは同時期のアメリカ海軍のスキップジャック級の強い影響下にあるということができるが、そう点も少なくない。実験潜水艦アルバコアで実証された累積型船舶を全面的に採用したスキップジャック級に対し、ドレッドノートはマッコウクジラ型と呼ばれる特有の船型を採用している。また、両者とも同じように、単核副核を併用した構造を採用したが、 原子力核を除きほぼ全面的に、単ク式構造を取ったスキップジャック級に比較して、ドレッドノートは複核構造部分の比率が高く、安全性に対する余裕が見込まれているあたりが特徴的である。監視区画には2001型ソナーの円筒型、トランデューサーが装備され、その周囲に6門の魚雷発射管が設置された。これらは、以後のイギリス原線の標準的なレイアウトとなった。 ものである。センダーは折りたたみ式とし、主戦隊艦主水戦場に装備されている。当初から氷海での行動を前提に潜水艦用、完成後方装置を備え、おそらくアメリカ艦に習った装備を備える。後日改装により音響用撃受信機2019型パリスを装備。後日の1965年の改修を含め、建造期間中から、 高調力工の加工技術、品質、及びメンテナンスにはしばしば問題が見られ、竣工から収益までの遅れにつながった。1960年代半ば、ドレッドノートは、バージニア州ノーホーク、バミューダ、ロッテルダム、キールといった多くの都市に寄港した。ジブラルタルには1965年から1967年にかけて、毎年寄港し、 1967年9月19日にはロスサイスを出港しシンガポールに向けて高速高校試験を兼ねた航海を行った。この航海においてドレッドノートは4640マイルの水上高層と26545マイルの先行を行った。ドレッドノートは多種多様な任務に従事した。その中には1967年6月24日、 南し、漂流中のドイツ船、エスベルガーヒエミストを沈めるというものもあった。三発の魚雷が潜伏に命中したが、とどめを刺したのは、駆逐艦ソウルスベリーの砲撃によって戦争に開けられた箱であった。ドレッドノートは総じて信頼のおける艦として、上院からは好ましく見られていたが、1965年9月22日には、 耐圧核壁に亀裂が見つかったことから、活動停止に追い込まれ、改修工事が行われた。1968年5月から1970年9月10日まで、母校、露出において、露心交換とバラストタンク弁の静粛化を含む、大規模な改修工事が施された。1971年3月3日、ドレッドノートは、イギリス潜水艦としては初めて、 北極点に浮上した。1973年にはイギリス海軍初の年次展開に参加し、戦闘艦、補助艦を含む戦闘軍の一員として、戦闘能力を維持するための長期展開を行い、世界へプレゼンスを示した。1977年には、アラクリテおよびフィービと共に南西大西洋に展開し、アルゼンチンによる フォークランド諸島への侵攻の抑止にあた。1980年12月、ドレッドノートは原子炉の二次冷却水漏出事故を起こした。このことがきっかけとなり、ドレッドノートは解約された。2004年現在、ロサイスの海軍交渉にて、船体が帯びた放射能が消失するまで無期限の保管中である。核燃料はすでに除去され、 利用可能なその他の装備もすでに撤去されている。ドレッドノートはイギリス海軍初の原子力潜水艦として貴重な運用上のノウハウの蓄積をもたらしたが、母体であるスキップジャック級と同様に水中雑音は極めて大きく、原型艦としての性格を脱することはなかった。乗員からは好ましく扱われたとはいえ、高調力構成の尖閣や耐圧核壁の亀裂、 関係のトラブルに悩まされ、客観的に見れば、必ずしも優れた性能や運用実績を残したわけではなかった。ドレッドノートの建造と並行して、ロールス・ロイス海洋動力機関は、英国原子力公社と海軍の研究施設、HMS バルカンで完全にイギリス産の核動力推進システムを開発した。1960年8月31日に、 ビッカーズ・アームストロング造船所に発注された、イギリスで2番目の原子力潜水艦バリアントには、この核動力推進システム、すなわち、PWR1 型加圧水型原子炉を中心と、する原子力ギアードタービン機関が搭載され、初の純イギリス産原子力潜水艦の誕生となった。イギリスが実用水準の原子力潜水艦を獲得したのは、 時代のバリアント級及びその純同型であるチャーチル級からであった。ドレッドノートはイギリスにおける原子力潜水艦隊の創生から今日に至るための礎石だったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。